毎度漫画オタク系 YouTuber のアイキーです。本日の企画はこちら。今読みたい発売されたばかりのおすすめ漫画厳選7選。毎月恒例の新作漫画のおすすめ作品ですね。今回の動画はですね、今年の2月に発売されました約400作品あります単行本1巻が発売されたばかりの作品の中からですね、厳選して私アイキーが面白かった、読んでほしいと思う作品を7つに絞ってご紹介させていただきたいと思います。今回もですね、前回と同じくこの動画の中で紹介しきれなかったですけども、面白いのまだまだあったよという作品は動画の説明欄にですね、追記しておりますので、ぜひそちらも漫画を探す時の参考にしてください。そして今日なんですけども、最後7作品目は相当ヤバい作品となっております。まあ、どうヤバいかと言いますと、ちょっとですね、人間の倫理的にちょっとヤバい作品ですけど、まあ、続きが気になってしょうがないという面白い作品だったので、ぜひ紹介したいと思いますので、皆さん最後まで見てください。ぜひチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。ではまず一つ目の作品からいきましょう。一つ目の作品はこちら、タワーダンジョンです。これね、とにかく作品の雰囲気がめっちゃいいんですよ。基本的にこの作品の途中でなんですけども、この世界観の説明っていうのがね、全然ないんですよね。逆にそれがこの漫画全体の雰囲気をよく仕上げてて、これは面白いなと思いました。まあ、どんな話かと言いますと、こんな感じですね。邪悪な魔術師は王を殺し、姫をさらって天から降りてきた巨大な建造物竜の塔に逃げ去ってしまう。王国のこの衛戦団は姫を救うべく塔へ登っていくが、強力な魔物に阻まれ兵士不足になる。それを補う徴兵を行い、ある村から農夫の青年ユーバがやってくることになります。異常な力を発揮するユーバが膠着した戦局を変えていくという作品なんですけれども、僕これ読んでる最中に思ったんですよ。わあ、これめっちゃ面白いな。これ多分ムラムとかシドニアの騎士が好きな人が読んだら絶対ハマるんちゃうかなと思って、最後まで読んでパッと表紙見てですね、作者さんの名前見た時、同じ作者やん、同じ二平先生の作品だったんですね。それは面白いと思いますわ。なんで気づかへんねんっていうね、話なんですけども、まあ、めっちゃ当たり引いたなと思いましたね。まあ、最初にもね、説明したんですけども、基本的に世界観の説明がないんですけども、この二平先生のね、作品はね、全体的にそんな感じで、あまりね、冒頭とかね、序盤にね、どういった設定の作品で、どういった年代だったりとか、基本的に説明がないまま進むんですけども、この二平先生の特徴としてね、それがね、めちゃくちゃ上手にいくんですよ。普通はね、世界観の説明とかね、全くないまま話が進んでしまうと、読者としてはね、結構置いてきぼり感が強くてですね、全然面白くないなとか、この話に入っていけないなってなりがちなんですけども、それがねこの作者さんのすごいところでですね、説明がなくてもねグッと引き込むパワーがある素晴らしい作品を書いてくれてます。二平先生のファンはもちろんですけどね、ブラミアシドニアの記事を読んだことあって好きな方、またはそれを読んだことない方もぜひ一度は気に入っていただきたいなと思います。では続きまして2作目いきましょう。2作目の作品はこちら、アキナちゃん神がかる。 Hey DMC DMC、こちらデトロイトメタルシティの作者でおなじみの若杉先生の最新作となっております。これね、僕がここ最近読んだ漫画の中ではね、多分ね一巻読み終わるのがね一番早く読み終えた作品かなと思いますね。もうそれぐらいもう一気に読める面白さがあったんですけども、どんな作品かと言いますとね、こんな感じです。プロの漫画家アキナちゃん、さらなるヒット作を目指し今日も頑張る。そんな彼女を突如襲った漫画みたいな謎現象、そして同時期遠く離れた故郷の地でも何やら異変が。これ公式のあらすじにこうやって書いてあるんですけども、あんまりねこのあらすじね的を得てないような気がするんですよね。まあ、要は話的にはですね、超ど田舎出身のね、この主人公のアキラちゃんなんですけども、漫画家になるために東京に引っ越してですね、漫画を描くんですね。で、最初はね、ちょっとヒット作も描いてね、うまいスタートダッシュを決めるんですけども、その後がね、全然うまくいかなくてですね、まあ、結局東京ではうまくやってこれないっていうところにですね、なんか体調にも異変が起こって、まあ、そんな時にね、田舎に帰っておいでよとお母さんから言われてですね、じゃあ久しぶりに帰るわけなんですよ。そしていざに田舎に帰ってみるとですね、現実では考えられないことが起こり始めるんですよね。ところがですね、この村人たちはですね、それらをね、何か変なことが起こっているという感じではなく、まるで当たり前の出来事かのようにね、受け入れて物事が進んでいくんですね。この主人公のね、アキナちゃんだけ同じ村出身なのに、なぜか全く何が起こっているのか分かってない。そして次から次へと起こるそれらの怪異に襲われて、主人公の生活は一変してしまうとか、してしまわないとか、みたいな感じの話なんですけども、
まずね、この作品ね、ギャグなのか、シリアスなのか、全然わからない。というのもですね、どう考えてもね、若杉先生の作品によるとですね、デトロイトメタルシティの影がこうちらつくわけですよ。まあ、絵的に。シリアスにね、話をもしかしたら書かれているのかもしれないんですけどもね、読んでたらね、これギャグちゃうかな、ギャグちゃうかなとね、ちょっとね、思いながらね、読まざるを得ないというか、結局、この作品のストーリーをね、シリアスな話なのか、ギャグなのかもわからないままね、最後まで一巻読み終わってしまったんですね。でも実はね、この、ギャグなのかシリアスなのかわからない、ちょっとねハラハラしながら読んでる感じがめちゃくちゃこのストーリーとマッチしてたんですよ。おかげで最後までこのハラハラドキドキした感じで一巻読み終えて、結果的にめっちゃ面白かったな、これ絶対一巻読むわっていう風になりました。まあ、このね一巻のストーリーの後ですけども、ここから先シリアスになったとしてもギャグになったとしても、結果的にどちらに転んでもうまくいきそうな作品でございました。さあ、そうしましたら3つ目の作品ご紹介いきましょう。3つ目の作品はこちらです。君のためのカーテンコール。これはですね、今回ご紹介したい作品の中で一番僕が良かったかなと思っている作品です。この物事の優劣をつけないわけじゃないんですけども、それぐらいこのね一巻を読み終わった時のね感動というか面白さというかね、余韻が一番個人的にはすごかったなと思う作品ですね。まあ、一体どういう話かと言いますと、自分に自信がなく目立たないように生きる阿久津さくら、そんな彼女のもとに突然やってきた転校生柊木ツバメ、全く違う性質の2人が出会い巻き起こす演劇という名の化学反応と青春活劇である。まずですね、このね一巻の表紙こんな感じですね、見てもらいたいんですけども、このねツバメちゃんがこの表紙に出てるんですけども、登場からですねこのツバメちゃん劇の主人公をやってるわけですよ。もちろんこの物語の中は普通のね生活なんで劇をやってるわけじゃないんですけども、登場のシーンから全てのセリフがもう本当にねこの劇中劇というか、この物語の主人公がミュージカルしている劇をしている時のような振る舞いとセリフと喋り方をずっと続けてるんですよ。まあ、要はねこの子ねちょっと痛い子なわけなんですよ。このね主人公にとってはですね、自分のね生活というか周りの空気を一変させる衝撃的な出会いだったわけなんですけども、まあ、このつまみちゃんがですね、この周りの一般生徒からしたら意味不明なことを言い続けてるちょっとかわいそうな子に見えるわけなんですよね。ところがこのちょっと変な子に見えるっていう設定がですね、この一巻の一番最後のところ、この物語をね一巻最初から通して行われてきたところでね、めちゃくちゃハマるんですよ。いい感じに、そうかそういうことか、こうやって物語が進んでいくんやっていうね、もうすごい腑に落ちる感じ。もう僕としてはねこれ一巻だけの読み切りでももういけるような、もう小転結というかね話の求め方でめちゃくちゃ面白かったです。もう一巻の中だけのこのエナジーの上がり方とまとめ方がすごかったですね。でこれがねこっから先も見れると思ったらもう幸せで仕方がないですね。もう 100% 2巻を発売日当日に買うであろう作品でございます。さあ続きまして4つ目の作品をご紹介いきましょう。4つ目の作品はこちら、ナリキンフットボール。まずねこれ読んで思ったのがね、めっちゃすごい設定やなと思いましたね。もう数あるいろんなサッカー漫画の中でもかなり異色なタイプの漫画ではないかなと思います。どんな話かと言いますと、目立たずともチームを支え続け優勝に導いた理論派センターバックのガオ、しかし契約を指示彼を待っていたのは非常で無慈悲な大人の世界。他人ならんやつとは契約しない。サッカー選手の価値とは何か、ゴールを生むこと、いいな、ゴールだけでは語れない魅力がサッカーにはある。サッカー界の新たな価値を見出す、世界一を稼ぐフットボーラーを目指す男の物語といった感じで話が進んでいくわけなんですけども、この主人公のガオなんですけども、まあ、センターバックとしてね結構地味なんですよね。で能力的にはですねあまりパッとしない、まあ、例えば足の速さだったりとか技術的なことだったりとかパッとしないんですけれども、全体をまとめたりとか人の能力を見出すところにすごく長けてまして、もともと集めて取ってあるチーム全体の選手のデータだったりとか対戦相手のデータだったりとか、その日集まってきてるみんなのコンディションや状況メンタリティなどを把握して最も最適な戦術や人員配置をね見つけていくというようなタイプの戦術リーダーとしての天才といったタイプの作品ですね。
ストーリーとしてはですね、J リーグのトップの J1 じゃなくてですね、その1個下の J2 っていうね、2部リーグの中で、まあその、鳴かず飛ばずの選手たちの中から、選手のね、能力を見抜いて指揮していくことで、それでどうやってお金を稼ぐか、素晴らしい結果を出すかというところを目指した作品となっています。この先ですね、どうこの作品が転がっていくのかめちゃくちゃ気になりますね。うまくいけばですね、あの有名なジャイアントキリングに続くような名作になってくれるのではないかと期待しております。さて続きまして5作品目いきましょう。5作品目はこちら、神楽鉢。さあついに来ました、週刊少年ジャンプからの作品でございます。今回ですね、この神楽鉢とですね、もう一つ、ママ悠々っていうね、ジャンプ作品がですね、一巻同時に発売されたんですけれども、どちらを紹介しようかなと迷ったんですけど、関西、この神楽鉢の方が面白いんじゃないかなと感じましたので、お勧めしたいと思います。は、どんな話かと言いますと、刀匠である父のもとで育った少年千尋は、日々職人修行に励んでいた。そんなある日、突然悲劇が訪れる。血塗られた絆と帰らない日常。少年は憎しみをくべ、決意の炎を心に宿す。はい、これね、まあ、主人公のお父さんがですね、まあ、刀鍛冶ですね、刀匠なんですけども、かつて世界中でね、戦争がずっと続いてた時期に、このお父さんが作ってね、6本の、ね、両刀ですね、まあ、いわゆる特別な力が宿った刀がですね、まあ、あまりに力が強すぎて、その6本を用いたことで、世界の戦争を終結に導くという、まあ、いわゆる伝説の鍛冶師なんですけども、このお父さんのね、元にですね、まあ、同じように鍛冶師になるべく、修行を励んでいた主人公たちの元にですね、まあ、要は悪い奴がやってきて、お父さんを殺してですね、この伝説の六本の妖刀を盗んでいってしまうというところから、物語が始まるわけなんですけども、主人公はですね、この盗まれた6つの妖刀を取り返すべく、そして父親の仇を討つべくですね、父親が最後に一つ隠し持っていた7つ目の妖刀ですね、これを持ち出して、復讐の旅に出るという話です。そういう感じのね、めちゃくちゃジャンプしているストーリー。ちょっとね、話の内容はね、まあ、ダーク寄りの話なんですけども、まあ、かなりですね、ジャンプ王道バトルの設定を森に盛り込んだ素晴らしい作品かなと思ってますね。ここ最近のですね、ジャンプにどんどんね、新作が出てきてますけども、中ではピカイチ面白い作品かなと思います。この先ね、ポスト呪術廻戦としてですね、今後どうやった盛り上がりになってくるかっていうことが、とても期待できる作品でした。さあ、続きまして、6つ目の作品ご紹介いきましょう。6つ目の作品はこちらです。15野球少年漂流記。これ、すごかったですね。なんていうか、野球漫画のすごくいいところ通りした作品。プラス、なかなか今までにはない設定を追加した、めちゃくちゃ見どころのある作品。これで話面白くならないわけないよねみたいな感じの作品でした。まあ、どんな話かと言いますと、伝統ある女子校博愛学舎は経営改善のために驚愕になる。その目玉が硬式野球部なのだが、創設を託した有名監督は休止してしまい、残された新監督と部員合わせて15人は高校野球の大海原に放り出される。勝利を求めて野球部の漂流が始まるというあらすじなんですけども、まあ、元々はですね、有名な SF 少年小説の15少年漂流記です。読んだことある方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、そこをもじった、内容を野球バージョンにしてるんですけども、まあ、タイトルからね、なんかね、15人の野球少年が異世界に漂流するとか、どっか行ってしまったみたいな雰囲気があるんですけども、そんな感じじゃなくて、真面目に野球漫画です。この作品のすごいところはですね、他のね、漫画で例えると、サッカーのね、ブルーロックっていう漫画、読んだことある方はね、知ってるかもしれないんですけど、あのブルーロックっていうのはね、フォワードだけを集めて、フォワードだけを育成するっていう話なんですよ。その中でね、もちろんサッカーの試合するんですけど、全員フォワードなんで、まあ、ポジションもちょっとよく考えたらおかしいんですけど、まあ、そういう中で、世界一のフォワードを生み出すという作品がブルーロックなんですけども、それをねちょっとね野球にしたような感じで、この野球15人、まあ、正確には14名の部員プラス監督で15人になるんですけども、このね14名の野球部員全員がピッチャーになるんですよ。これがねめちゃくちゃ新しい。そんなんできるわけないやとかね、全員ね大谷選手みたいなね、もう全て完璧に投げれて打てる選手になるぞみたいなのは間違いなくできないんですけども、このピッチャーを目指すことにはそれぞれが持っている長所をちょうどいいとこ取りするような感じで、全部合わせて一つの完成体というピッチャーを生み出そうじゃないかっていうような話なんじゃないかなと思うんですね。まあそもそも、この野球部を創設するときに来た監督がですね、
かつてですね、いろんな高校でその当時の野球部たちをみんな甲子園にね連れて行った名将なんですけど、その監督が監督になるということでですね、いろんなところから有名な選手を集めていく話だったんですけども、学校が始まる前ですね、野球部ができる前にその先生が休止してしまうことでですね、まあ、残された部員と新監督だけでどうやってやるか、でその時にですね、その名将の監督が残した野球のねマル秘ノートの中からですね、アイデアを取っていって育てていってみんなでなんとかしようという話だと思うんですけど、このノートがですね、字が汚すぎて読めないわけですよ。これはなんとかなんとかちょっとずつ解読しながら頑張って生徒たちにね指導していって、なんとか選抜高校野球に出場してみせるという話ですね。まあ、設定としてね、こういう野球のねちょっと特殊な設定と野球の育成と野球の面白さプラスですね、王道の学園ものというかね、学園部活の存続をかけたその戦い、まあ、新設のね共学高校なんで、この経営のためにですね、この野球部は素晴らしいという成績を残す必要があるので、これをね頑張って残ったメンバーだけでなんとかやっていってどうなるかという話なんですけども、これは本当にね普通の野球漫画ではないんですけども、内容はしっかり野球してるし、めちゃくちゃ面白いですね。最近見た野球漫画でやっぱり面白かったのは、ダイヤモンドの鉱材でね、以前の僕の動画でもご紹介しましたけども、あれとはもう全く違ったベクトルでですね、面白さがあるなと思いましたので、ちょっとでもね野球に興味がある方、またはスポーツ漫画が好きな方、または部活漫画が好きな方、絶対ハマると思いますので、ぜひ見てください。さあ最後7作品目ご紹介しましょう。7作品目はこちらです。ガールミートガール。冒頭でもご説明しましたけども、この作品はかなりヤバいです。まあ要はですね、この倫理観的にヤバいタイプの作品ですね。まあどんな話かと言いますと、こんな感じです。動物たちが住む町ママタウン、女子高生のマメコと小豚のユリリーはとても仲良し。しかしこの世界で食料として生産されているのは実は、はい、あらすじからしてこんな感じなんですけども、この漫画のね表紙をねまずね見てほしいかなと思います。ガールミートガール、なんかとても幸せそうな小豚ちゃんとですね、主人公の女の子マメコちゃんですね、マメコちゃんがですね、いい雰囲気の青春ものかのごとく表紙に出てるんですけども、このね表紙にね、まあなんか帯みたいな感じが書いてると思うんですよね。これは愛の物語って書いてるんですけど、一巻最後まで読んでもどこが愛の物語なのか全然その辺りが見えてこないぐらい内容がずっとやばかったです。まあ、というのもですね、このママタウンっていうところ、動物しか存在しません。ここにね表紙に載ってる2人なんですけども、このマメコちゃんは人間なんですけども、もう一人ユリリーの豚なんですよ。でこのママタウン、マメコ以外は全員動物です。まあ要はみんな動物なんですけど、人間のように生活している世界なんですよね。まあ動物の擬人化みたいな感じですね。まあそういう状態の町なんですけども、じゃあこのマメコは一体何なのかと言いますと、ここのママタウンなんですけども、実は砂漠に囲まれてて、水もない、食べ物もない、資源も何もない、とてもね生きていくのに大変な世界なんですね。じゃあこの町の人たちがどうやって生活しているかというと、一つだけ全ての人類によって完璧な栄養食である食肉が存在するんですね。まあ、肉はもちろんタンパク質になりますし、骨なんかは炭水化物の代わりになると、で血は水分ね、まあ飲み物になるし、側はね繊維になったりするというような話なんですけども、実はこのね食肉として生み出されているのがこの主人公の女の子の一人、マメコなんですよね。でこのマメコ、まあ、人間なんですけど、要は食料用の食肉として生産されてるんですね。だから本当は生産されている食肉たちは人間としての意思は全くないんですよ。で全部同じ、なんかまるでクローンみたいな、このマメコと同じ個体がですね、何百何千何万何十万何百万何千万何億と、まあ、存在するわけなんですね。みんなそれを食べて生きていると。でそこに過ごしているこの動物の人たちはみんなですね、このマメコに人間としての意思があるとは思ってないわけですよ。あくまでただの食べ物だと思っている。そんな中、唯一この主人公のマメコだけが人としての意識があるわけなんですよね。そしてこの小豚のユリリーちゃんとマメコちゃんはこのみんなからですねちょっと離れたところに住んでるわけなんですよ。まあ、何かを隠すように、まあ、おそらくですね、このユリリー的にはこのマメコはこのように意識があるっていうことが周りにバレてしまうと大騒ぎになるので、絶対隠さないといけないということで、町外れに人にバレないようにこそっと住んでいるんですけれども、このね主人公のねマメコがねどういう感じなのか全然わからない。めちゃくちゃハッピーなんですよ。なぜかこんな世界にいて、自分はこのように食べられるために生み出されたところにいるのにハッピーなんですよ。一巻最後まで読んだけど全然わからない。でこの1巻の後半にですね、
このマメ子のこの世界になる前の記憶みたいなのがね、見えてくるんですよ。でもね、その記憶をこの主人公のマメ子が持ってるのか持ってないのかもよくわからない。とにかくわからないですっていう感じで、世界観だけは僕ら読者にとってかなりね、えぐい内容なんですけども、この話がどういう方向性に持っていきたいのか全然わからないまま1巻に終わってしまったおかげで2巻も読まざるを得ないなというぐらい話してしまいましたね。とりあえずですね、こういうちょっと倫理的に危険な作品とかね、若干グロい描写もあるんで、そういうところもね、割と見れますよという方はハマると思うんで、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。もちろんそういうのに耐性がない方はこの作品をスルーしてもいいかもしれませんね。はい、皆さん、というわけで今月の新作漫画たち、皆さんのお気に入り、気になる作品などは見つかりましたでしょうか。残念ながらですね、この動画内でご紹介できなかったけど面白いよってやつまだまだありますので、それらはこの動画の説明欄に記載しております。ぜひ皆さん手に取ってみていただけると我々が YouTuber としては嬉しいです。いや、漫画って本当にいいもんですよね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。